ドラ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 ホー。今日はねちょっと仕事終わるの遅くなっちゃって、途中参戦でしたけど、ドラゴンズ3対2で勝ちました。イエーイ、ヒューヒュー。これでね、ベイスターズとの対戦成績は4勝16敗1分けですね。なんでやねん。いやーマジでね、何回見ても悲しくなるねこれは。まあでもね、対戦まだあるので少しでも多くね勝ってほしいですね。それでは行きましょう、今日のキャサ盛り。まずはね投手陣、今日もしっかり試合を作ってくれた松葉さん、勝ち投手になったソブさん、鉄壁勝ちパド清水くん、ジャリさん、ライマルさん、5人まとめてキャサ特盛り。続いて野手陣、2安打を打った岡林くん、ビッシー、石垣くん。いや特にね石垣くんのホームランはもう最高でしたね。キャサ盛り。最後にプレッシャーのかかる場面でね、見事にバントを決めた翔平くんもキャサ盛り。はい以上。はい、まあね、あの苦手なベイスターズになんとか勝てたわけですが、内容を見るとねやっぱりまだまだっていう部分も、ありますよね。6回の攻撃も絶対ねもっと点取らないかん場面だったし、で7回も先頭ツーベースから結局ね点取れなかったですね。そういう意味でも本来ならね、もっと楽に勝てた試合だったんじゃないかなって思いました。しかしね、宮崎選手のホームランはもう目が覚めるような当たりでしたね。なんかもう一瞬でスタンドまで飛んでったような気がしました。まあそんなね怖いベイスターズ打線相手にこの2試合で3失点っていうのはね、いやもう本当に投手陣が、頑張ってくれてんだなって思いますね。まあいつまでもね投手陣におんぶに抱っこじゃダメだよね。うん、とにかくね点が取れる攻撃っていうのをね見つけていってほしいです。はい、というわけでね、明日はいよいよ、プレゼント企画の当選者発表です。エントリーしてくれた皆さんの一覧を最後にね貼り付けておきますので、皆さんね、自分が何番なのか、確認しておいてくださいね。もしかしたらね私のミスで、コメントの時に言われた番号と違うっていう人がいるかもしれないんですけど、そしたらね今からこの貼り付ける、一覧の方が、正しい、正式な番号となりますので、ご了承ください。はい、それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。解散。最後にね、当選、あ